梅ケイソウの蜜を吸うのはハナアブ。植物は蜜と引き換えに花粉を運んでもらいます。生き物たちでにぎわう天上の楽園、今が盛りです。西穂高岳の尾根を雲が流れていきます。ここは風の通り道、一年中西寄りの風が吹き抜けます。あれ終わりか。そのため日は風上に向かって動かすことが難しいのです。尾根の周辺には背の低い樹木が茂みを作っています。ハイマツです。茂みの中に何かいます。あら、シガラスです。そこに座るのか。くわえているのは松ぼっくり。木の上でつつき始めました。中には栄養豊かな種子が詰まっています。夏、ホシガラスは毎日のようにハイマツの種子を求めてねぐらの森からやってきます。火薬栗が盛んにさえずって